今回はですね、第1回目ということで、僕らのパーソナリティを分かってもらうべく、きちんと自己紹介から始めてみよう。自己紹介からですかもうね、初めてですよ、こんなにね、ちゃんとした感じ。自己紹介からですか自己紹介ですよ。わかりました。えー、名前は宮野守と。さっきも聞きました。さっきも聞きました。自己紹介からって言うから。 いや、僕もね、うん、きちんと番組進行していかなきゃいけないという義務感にかられてね。わかりました僕は。僕は言いたくて言ってるわけ <laughs> 言いたくて君を <laughs> あ、でも、あえて責めてるわけありがたいですよ。うん、どん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 。 攻めてください。うん。なるほど。よー、いいね。いいテンションだね。はい。どんどん攻めてください。どんどん来てください。どんどんてください。いくら深夜でも君ちょっと最初からそれはやばいよ。何が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 どんどん攻めてください。違う違う。これやばいよ。君のパーソナリティが分かりすぎちゃうよ。何何をとりあえずじゃあ次は年齢からいってみようか。僕23歳です。今年、年男です。うん。何年なのかなイノシシです。はい。え、出身地は 埼玉県ですうんいいね何微妙ですかいやいや別に。みんな埼玉バカにしました今。いやいや、俺埼玉住んでたもん。本当ですか前にね。うん。何もないですよね。何、何何もないですよねって何があ、埼玉県に何もない。何を言ってるんだよ。君そんなこと言っちゃいけない。埼玉いいとこですよ。うん。大宮とか。おいおい、そこだけそこだけ行った今。大宮とか。うん。ソニックシティとか。大宮ばっかりじゃないか。 <laughs> いいから。<laughs> 大宮の丸いです使いました、僕。あ,あそうなんだ。<laughs> <laughs> どんな仕事が今多いですかね僕ですか。うん、えっと、結構声優のお仕事をいっぱいやらせていただいてるんですけども、はいはい。その間でですね、僕、<え>あの、演劇ユニットなるものも組んでおりましてですね。演劇ユニットはい、はい、えー、舞台の方も結構いっぱいやってます。なるほど。はい。劇団ひまわり。 はい、劇団ひまわりです、に所属しつつ、他のユニットも。はい、内緒で組んでいる内緒じゃない。内緒じゃない。ちゃんと言ってある。マネジャーのから。言ってある。大丈夫ですよ、皆さん。それは何人組のユニットなのこれはですね、あのー、二人組なんですよ。一回目の時に、仲間は結構集めて、初回公演をやったんですけど、うん。この仲間がいなくなって二人になった。違う違う。もともと二人でやろうって言って、うん。 で、ま、あでも芝居やるっていう時には仲間が必要だっていうので、うん、テニスの王子様のミュージカルとかに出てたんで、うん、一緒に出てた子たちと一緒に組んで、うん、1> 第1回公演はやってですね。うん、で、2回公演はですね、えもともと組んだ2人でやってみたいということで、2人公演、2人芝居を、この間やりました。うん、なるほど。はい、<laughs> 他の仲間を気にしてた違います違いますい、ね、う <laughs> わけではないちょっと 僕を嫌な人にしようとしてませんか。<laughs> 僕もう始まっていきなりもう汗だくだくなんですけど。<laughs> 大丈夫ですかこれ。いいんじゃないの <laughs> それぐらいで。ね。<laughs> じゃあ今度は、ユーサーの。これね、いまいちね、流れを壊す気がするんだけどさ。もう、マモって呼んじゃう。いいですよ。ユーサーの、自己紹介。お願いします。はい、名前ユーサーコーチです。これ本名なんですね。あ、そうなよくね、芸名ですかって聞かれるんだけど。珍しいですよね、名字。え、年齢がですね、38歳でございまして。お、お兄様。お兄様です。はい。うん。誕生日は、 何月 ?6 月です。あ、6月なんだ。はい。あはははは。何かもしかして何かいや、じゃあ15歳くらいのってことか。かいや、何もくれないよ。<laughs> <laughs> あ、番組からね、あの、なんか食べ残したお菓子くらい出るかもしれないけど。<laughs> DS のソフトが欲しいです。DS の <laughs> 何言ってんだ、この、この番組にはいろんなスポンサーがついてるんだよ。ちょっと君がくださいって言えばもらえるよ、きっと。<laughs> また僕がやらしい人間になってきちゃったので。いつもの通りに言えばもらえる <laughs> こら。こらこらいつもの通りってなんだ <laughs> 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 い <laughs> 出身地はうん、僕ね、京都府出身なんですねあ、そうなんですかはい。おいでやすですね。君も偏ってるね。埼玉といえば大宮。京都といえばおいでやす。まあ、間違ってはいないけど、それが全てではない。あ、そうなんですかまあでもね、うん、18歳、19歳まで京都にいて、こっちに出てきたんで、もう、ほぼ、え、同じ年数ぐらいこっちに来ちゃってますね。じゃあ、同期ですね。 <ん>何言ってん何同期って。<laughs> <laughs> 大丈夫上がってる <laughs> 上がってるのとりあえずなんか喋んなきゃというのが働きました、今。あ、なるほどね。<laughs> ね、適当な愛の手はね、すごい厳しい。<laughs> <laughs> まあその辺もね、徐々にこの番組を通じて君を大人にしていこうと。はい。君、大人の汚いところを。汚いところを学んでいくんですか学んでいってほしい。いしい違いますよ。三国志のいいところをいっぱい言っていくんですよ、この番組。いや、三国志のいいところ。いや、それもいろいろあるじゃない。三国志のいいところって。<laughs> うん、それ、何が正義か、<laughs> 人によって違うわけじゃない。みんなだって自分のことが正義だと思ってるわけだよ。だって。そうです,うです、うん。ね。だから、君もだから自分の正義を貫いてもいいんだけれども。はい。 うん。<laughs> でも厳しい相の手はやめて。わ <laughs> かりました。わかりました。これを厳しく罰していくから。か返しやすいことだけ。ことだけを目指して喋ります。そ、はい、うですね。もううん。三国志。三国志。あ、三国志ね。どんな、どんな三国志に触れてきました、うん、僕もね、そんなにね、詳しい方ではないのね。はい、まあ38年も生きてるんで、な行くたびかはね、はい、三国志みたいなところに触れることはあるわけ。はい。テレビとかで見て。はい。一番最初にでも見たのは、あの、某、 え、公共放送ま、ま、NHK ですよ。NHK の人形劇ですね。おただね、あの、続けて見られないから、途中で話が飛んじゃうとね、全然わかんないよね。この人誰だろうっていう。そういう弱点もあったね。だから、だからそこまで詳しくなかったんだけど。そっか。ま、今回番組初めにやる。これじゃあこれを。いろいろ勉強して。こして。え、ゆささんもじゃあ、うん。三国志を。大人になっていこうか <laughs> 大きくなっていこうかなと汚い番どん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 。汚い。<laughs> <laughs> 僕はもう汚れちゃってる。こらそんなことない。な,ないぞ。<laughs> ということでですね <laughs> <laughs>、えー、え、三国志に関する意見などございましたらですね、<laughs> えー、どんどん番組宛てにお寄せいただければと思います。はい。 随時ね、いいおはがきが,がございまして、おはがきって言っちゃうんだよね。これね、またね。今メールなんだよ。<laughs> メールでますから。ここら辺がね、世代間のギャップなのに。<laughs> 何人をバカにしたような目で、ね、見てるの <laughs> 見てない宮野くんはいつもそうだ見てない,てない <laughs> <laughs> えー、番組宛てにお便りいただけたらと思いますので、<laughs> よろしくお願いいたします。お願いします。